株式会社、日経ラジオ社は、日本全国を放送対象地域とする短波放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。愛称は、ラジオ日経。広範囲に電波が届く短波の特性を活かし、民間地上機関放送事業者として、唯一、全国放送を実施しており、複数の周波数を割り当てられている。また、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の指定機関でもある。世界で唯一の商業用短波放送専門局である。新聞や雑誌の記事広告に相当する時間枠い切りによる番組広告が多いことで知られる。設立時の称号は株式会社日本短波放送。1978年11月23日より、 ラジオ単波の愛称を採用し長く定着していたが、2003年10月1日より、現象号に変更。その後、2004年4月1日より、愛称も現在の、ラジオ日経に変更した。株式相場、投資、競馬、医療に関する番組を編成の主軸に据え、従来からの単波放送のほか、インターネット、携帯電話などで展開。特にインターネットを利用した、 番組配信には難聴取対策にもつながることから他局に先駆けて取り組み幅広く展開している。ラジオ放送をパソコンでも同時に聴取することができるライブストリーミングや人気番組のポッドキャスティングのいずれも日本国内のラジオ局では最初にサービスを開始している。また携帯電話、PHS 向けにも 全キャリアで公式サイトを設けての番組配信を実施している。2010年3月15日からは一部を除く全番組をインターネット配信している。さらに2010年12月1日から本格運用を開始したインターネットラジオラジコにも配信。その後は人気アーティストの過去のヒット曲を放送する音楽番組を始めるなど現在では 新たな聴取者総掘り起こしにも力を入れている。開局初期は、中派放送局に先駆けて、プロ野球のナイター中継を手掛け、1970から80年代の BCL ブーム前世紀は、夜間や週末を中心に BCL、アマチュア無線、教育、バラエティ、ワイドニュースなどの番組を編成するなど、意欲的な面があり、現在の中派民放局同様に、 終夜放送を行っていた時期があったが、2000年以後は内容が大幅に縮小され、放送開始が7時台で終了が21時から23時台と、総放送時間は非常に少ない。過去の編成参照。現社名に変更後、日本経済新聞社のコンテンツを活かした番組も登場し、各メディアでフル活用しているほか、 日系グループの音声コンテンツ作成なども数多く手がけている。前述の主要分野では、自社で、記者陣、取材網を要することもあり、同じグループのテレビ、東京ホールディングスとの直接的な関係は薄い。ただし、テレビ、東京主催の一部イベントに、当社も関わっていたり、テレビ、東京ビジネスオンデマンドやパラビの配信コンテンツの供給事業者に名を連ねていたりはしている。 過去には BES コミュニケーションズ、デジタル単波といった衛星放送用のチャンネルを編成したことがあったが、いずれも衛星放送を映像中心のものにするという理由から後に廃止された。放送の聴取形態が単波ラジオからパソコン、スマートフォン、AI スピーカーでのラジコによる聴取への移行が進んだことによる経営の安定と効率化を理由として、 2018年10月から通常放送の周波数を最大7波から6メガヘルツ帯を中心とした4波に削減された。原社名、相性に変更後も各社から発売されている短波ラジオ受信機では旧社名の日本短波放送を略した NSB の表記が引き続き使用されている場合がある。これはことが挙げられる。その後、社名変更後に 革メーカーより、単パラジオ受信機の新規生産品が発売された際には、現行表記に合わせた NRBC、ラジオ日経の表記が使用されるようになった。ソニーから発売されていたアイクア n 1には終売まで NSB の表記が残っていた。かつての日本自転車、海館1号館大阪支社はもともと、高来橋にあったが、日経グループのメディア再編に合わせ、 日経大阪本社に隣接するテレビ大阪西館へと移された。さらに早々期から本社を置いていた日本自転車会館が地域一帯の再開発で取り壊されることになり、2013年10月期の一般向け印刷媒体市販機タイムテーブル上で同年12月24日から虎ノ門こと平タワーで業務を開始することが発表され、2013年12月16日には、 曲公式サイトで正式発表された。なお新スタジオ及び、マスターの運用開始は1週間後の12月31日からで、それまでは、従来の旧本社からの放送であり、旧本社最終番組は12月30日22時30分 -24、0 0に生放送された、さようなら日本自転車開館スペシャル、新車屋最初は12月31日7時 -7、 10の社長挨拶である。またかつては名古屋証券会館の5階にも名古屋市局が設置されていたがビル再開発により閉鎖された。2018年10月より6メガヘルツ帯と一部時間帯で3 9メガヘルツ帯の併用に変更される。9ヘルツ帯は大規模災害の発生時などの緊急放送で使用するとしている。 ジョス3、ジョス7が事実上の休止となったのは、表にもある通り3パン用事において、国際放送への影響を避けるため17時以降、電波を出せなかったためで、メインとした、ジョス6も、同様の理由から、夜間の放送ができない。そのため、平日夜間、第2放送は聞きづらい地域がある。この場合はラジコなどのネットラジオサービスを利用することになる。なお、 新体制移行初日となった2018年10月1日は、前日夜から同日未明に関東を通過した台風第24号の影響で、アンテナトラブルが発生し 6MHz 帯が効きづらい、恐れがあるとして、早速第一放送のみであるが非常運用体制が発動され、3.9MHz 帯と 9MHz 帯でも終日電波が発射された。 以上は2013年に日本自転車会館が赤坂一丁目市街地再開発事業に伴い取り壊されたため現存しない企業団体の名称個人の肩書きは当時のもの出店 1966年3月31日1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日 NSB 開局初期1955年頃のものと思われる NSB チューナー当時の車掌と日本短波放送の文字が入っている2011年秋改編から第一放送は24時終了に また、2012年1月から同じく第一放送は7時開始に統一された。なお、日付をまたいだ編成を行っていた時期もあるが、現在は、金曜、最終水曜日を除きその日に放送を終了している。また、パソコンやスマートフォンで聴けるラジコでの配信が始まってからは、人気アーティストの過去のヒット曲を放送する、音楽番組も登場するなど、 新たな聴取者獲得に力を入れている。2019年4月に20時以降の番組を刷新し、月曜から木曜の20時から21時台に80分枠だったメディカルワイドを月日、木曜の23時台に50分枠に整理し、第2放送で22時から23時台に放送していた番組を第1放送に移動させた。2020年1月から放送時間を 土日用の放送を2011年秋、改変以来を幅に短縮した。2020年7月1日より、証券取引所が休場となる祝日は、株式市況関連番組も休止となる。以下の番組は、フィラー扱いとして、随時放送される平日週末特別番組、日本の株式市場の休場している祝日に、編成される場合が多い。 各番組出演者については、以下の項を参照2020年7月1日より2018年9月まで 9.760MHz を使用する JOS7 の運用は17時で終了となっていた。また18時以降も放送する場合、同年10月以降も 6.115MHz を使用する JOS6 も19時で運用を終了する。これはそれぞれ国際放送用の十一。 メーターバンド、国際放送兼用の49メーターバンドを使用しており、d 電 e n 理想が夜間は消滅することで外国の放送局などと渾身、妨害になる恐れがあるため、特別番組が編成される際は放送時間を変更する場合があり、定時放送を一旦終了後、放送を再開する場合もある。国政選挙の開票速報番組を 第2放送で放送する場合は、放送時間を延長する場合があり、この時は、第1放送が先に終了することもあった。と他の第2放送は、通常通りの終了だった2004年10月20日から2009年3月31日までは、競馬開催日に限りモバイル放送でも、同時放送していた。なお、2002年4月から2006年3月は、 番組の整理の都合上平日の放送は原則休止していた。ただし週末は中央競馬中継のため通常通り放送。地方競馬の重症競争、あるいは週末に台風や地震などにより開催ができなかった中央競馬の代替開催があった場合は平日であっても臨時に放送していた。東日本大震災による節電。 省エネに努めるため2011年3月から、再び平日は原則休止となった。当初は5月末までの予定だったが、電力不足などを考慮し9月末、さらに年内まで平日は原則休止。2006年4月から2011年3月及び2012年1月から9月の平日9時15時10分までは、第一放送を、再マル放送を実施していた。 2012年10月から平日は、第一放送と別内容で放送し、17時まで放送時間が延長された。また、RN2 という愛称も使用されるようになった。2013年7月1日から、平日編成を全面刷新。上記の通り、2019年4月より番組名、愛称が、ラニミュージックに変更された。 放送中の番組特別番組過去の番組2012年10月から2013年6月21日までの編成2013年6月24日以降の編成2013年6月24日以降平日編成の総称をラジオ日経大に放送の逆である RN2 都市30から40代のビジネスパーソンを主体として全国どこからでも スマートフォンやパソコンなどで聴けるリアルタイムメディアとしての機能を充実させるとした。コンセプトをグッドストーリーグッドミュージックと定めた。これまでの経済情報主体の編成とは一線を各し朝8時の放送開始から深夜23時の放送終了までそれぞれの時間帯でいつでも同じ時間、同じテイストの楽しめる編成を基本とし、 それぞれの時間帯に応じたディスクジョッキーによるメッセージ性の強い話やそれらに合わせた楽曲を展開していた。第1弾の編成は2014年3月14日に全て終了となり、翌週17日より新体制となる。2014年9月30日より1時間ごとのブロックをさらに20分ごとに細分化し、ボリューム1から3として放送する。 一家の番組表は1時間ブロックで区切っているものの、実際は20分ずつに細分化されていた。開局65周年を迎える2019年4月1日より、平日編成を5年9ヶ月ぶりに刷新。平日の8時 -21、30をダニミュージックとする。ダニミュージックへの変更後も、主要コンセプトは変わらないが、20分ごとの細分化編成は取りやめられ、 現在は1時間ごとの編成に戻っている。第2での放送時間短縮に伴い、一部曜日は21時台を中心に第1でも編成される。また2019年3月まで、第2内で放送されていた一部番組は、第1での放送に移行している。2021年1月4日より、平日編成を刷新。マイハミングタイム、リクエストアワー。 マンスリープレイリスト以外の番組構成を1時間単位から最大3時間単位へ変更。また番組のスポット CM も毎時58分から毎時08分へ移動など、リスナーに対する利便性の向上と、スポンサーに対するリスナー訴求力を押し出した構成となった。ニュースマーケット系、講座、学習系、若者向け、公営競技系、無線。 bcl 系、医療系、アニメ系、音楽番組、その他、第一放送、2018年9月まで第一、放送、2018年10月から第二放送第一、放送第二放送現社名に変更する前は、オープニング・クロージングとも、こちらは、ラジオ単波、日本単波放送です。というアナウンスだった。また、 現社名に変更する前のかつての第2放送終了時にはこちらはラジオ短波第2放送です。これで今日の第2放送の放送を終了します。この後第1放送だけの放送となりますので 3.925MHz 6.055MHz 9.595MHz のいずれかにダイヤルをお合わせください。というアナウンスが流れていた。オープニングクロージングとも 出力は空中線電力としてアナウンスされている。2017年2月から5月にかけての設備保守による一部周波数の送信停止期間中は停止中の周波数を割愛してアナウンスされた。また、第2放送で本来は17時の 9.760MHz と19時の 6.115MHz の放送終了時に当該周波数が送信停止している場合は、 クロージングのアナウンスの代わりに、設備点検のため、現在放送を停止している、周波数がある旨のアナウンスがされていた。放送開始時に流れるインターバルシグナルの音源は、開局直前の1954年7月27日に収録されたものが、継続使用されている。現在は、第一放送では放送開始4分前から1分前までの3分間、 第2放送では放送開始直前に30秒ほど流れている。2004年に中央競馬実況中継を離脱した竹川秀則が2015年に早期退職したため、現在は正社員及び食卓雇用の全員が中央競馬実況中継に何らかの形で関与している。スポーツ情報部で中央競馬実況中継のレース実況を担当するアナウンサーのうち、 数人程度が関西市場及び西日本ローカルの実況及び JRA 立党トレーニングセンターでの調教取材担当として大阪支社を拠点に活動する。大阪上中を特に志願した者以外は三内市5年程度の期間で本社に戻る場合が多い。しかし現在は大阪支社のアナウンサーが2名しかいないため競馬中継は過去に 大阪支社勤務を経験したことがあるアナウンサーを含め東京本社からのアナウンサーの応援出演が目立つ2005年4月から2017年3月まで正社員の女性アナウンサーはいなかったが特定の番組にレギュラー出演するディレクターなどがいる社員アナウンサーのほか、株式番組のキャスターとしてまた上場各社の株価及び企業動向をレポートする記者陣を 東京証券取引所の記者クラブ、カブトクラブに配している。マーケットプレス、ザマネーなど、マーケット番組への出演のほか、取材情報は、当社の株式情報サイト、クジネットと、当社の携帯公式サイト、ラジオ日経モバイルでも、放送で取り上げた情報や独自記事を掲載。マーケット系、ニュースサイトや、証券会社各社サイトのニュース項目としても、採用されている。 インターネットによる番組配信にも力を入れており、1999年6月より2012年6月まで一部の番組をインターネットラジオとして無料配信。P2P による配信実験も多数実施し、2003年7月にはシンカストプロフェッショナル2004年1月から3月にはグレープカストを使用した P2P 方式の マルチキャストによるライブ配信の実証実験を行った。現在は以下の体制で提供している。ライブストリーミングラジコ2010年3月15日、他の在京ラジオ6局と共同でインターネットを利用したサイマル放送をラジコに参加第一放送の配信を試験的に開始した。当初、 中央競馬実況中継に関しては著作権の都合上放送されていなかったが、2010年10月16日以降は競馬中継を含めた全番組を配信している。音声はステレオである。2012年7月27日正午より第2放送も配信を開始。配信エリアは当初は 東京に所在する放送局として関東地区のみを対象としていたが、その後関西、中京の各地区やその他地方都市でも試験配信を開始、さらに2012年4月以降は配信エリアを全国に拡大、地上派本来のエリアと同様に日本国内であればどこでも配信を聴取できるようになった。短波放送の運用体制見直し以降、 難聴手対策として特に重視する傾向を強めており、公式サイトでは NEC グループから KDDI グループに変わったインターネットプロバイダービルグローブと提携し、媒体として格安スマートフォンを圧戦していることを明らかにしている。放送局記号は第1放送が RN1 第2放送が RN2 オンデマンド配信マーケット 医療関連番組を中心にオンデマンド配信が行われている。一部の人気性番組は生放送終了後にオンデマンドとして聞くこともできる。ポッドキャスティング2005年3月21日より日本のテレビラジオ局としては初となるポッドキャスティングを祝日特別番組渡辺和明の喋って喋って60分で開始。同年5月には 生放送の祝日特別番組、ホリデースペシャルフロムウェブマスターが4部構成で配信された。現在ではマーケット番組を中心に配信を行っている。当初は自社サーバーより配信し、2005年4月からライビガーネットラジのポッドキャストコンテンツとして配信されていたが、2006年1月16日に株式会社ライブドアへ証券取引法違反の疑いで、 強制捜査が入った件を受けて、同年1月24日より、サイド自社運営による、ポッドキャスト配信へと変更された。他ラジオ局のポッドキャストで参見される。放送された番組とは別内容とは異なり、ラジオで放送した番組をそのままフルサイズで配信。ライブストリーミングで放送を聞き逃したり、短波ラジオがなく、放送を聞けない。 環境下でもオンエアと同内容を聞くことができる。マーケット情報の人気性番組であるファイナンシャルボックス和島秀樹のウィークエンド株では生放送終了後15分程度でポッドキャスト向けファイルが公開され利用者ニーズへの配慮が伺える。また前述の渡辺和明の喋ってや伊藤洋一のラウンドアップワールドがう、など一部の番組では 放送した内容にさらにコーナーやコメントを追加した再編集版やインターネット限定のスペシャル番組も提供されるなど充実した内容となっている。特にフットサルラジオインビオは2007年10月から短波での放送は時間短縮となったもののネット公開分は短波放送に先駆けて公開されかつラジオ未放送分の内容を収録した増量版となっている。 なお、自社コンテンツ以外にも、日系グループ各社をはじめとして、企業ポッドキャスト番組の制作、プロデュースも多く手がけている。2005年4月20日に、NTT ドコモの携帯電話、i モードにて、i アプリを使用して、インターネットラジオが聴けるサービスを、試験提供。2006年1月10日より、i モード公式サイト、ラジオ日系モバイルとして開始した。 同サイトでは、マーケット情報、競馬ニュースなどの文字情報に加えて、日本のラジオ局としては初めて、ほとんどの生放送番組を、i アプリを使用して、携帯電話のみで聞くことができる。この携帯ストリーミング配信は、パソコン向けのライブストリーミングと、オンデマンド配信に加えて、パソコンでは提供されていない、第2放送での株式市況。 土日用の中央競馬実況中継も聞くことができる。なお、au ソフトバンクでも同名の公式サイトサービスを2006年7月に開始したが、両社が規制する同日内のパケット転送量上限規定により文字情報とオンデマンド配信のみとなっている。また、ウィルコムの Windows モバイル搭載機種向けにライブストリーミングとオンデマンド聴取ができる公式サイトを 2007年2月14日より開始した通信料のみで使用できるが第2放送の株式市況は提供されていないまた中央競馬実況中継についてはレース実況部分のみのライブ配信されているなおパソコン向けにオンデマンド公開されている番組でも一部対象外となっているものがある2009年12月7日からは iPhone、iPod Touch 用 アプリケーション、聞けるアプリでのストリーミング配信に対応、パソコン向けと同様のライブストリーミングを受信できるようになったほか、2010年2月16日からは、ラジオ日経アプリの提供を開始、携帯電話版と同様に、株式市況や中央競馬実況中継を聞けるサービスを開始している。中央競馬実況中継は、前述の携帯向けライブ配信のほかに、 実況部分のみをパソコン向けにも有料で配信している。また、これまでに放送した中から、重症レースの実況部分を中心に、音声ファイルの有料販売を行っている。2006年12月22日に、思い出の有馬記念が初回配信され、2007年5月2日からは、ラジオ日経競馬実況、オーディオブックとして、iTunes ストアでの販売を開始した。 なお、携帯各社公式サイト、k w インパクトでは、実況部分を着信音にできる、既実況サービスも、有料提供されているほか、携帯着信音サイト各社へも、実況音声を供給していた。音声配信以外にも、ホームページのブログ化に、精力的に取り組んでおり、各番組ごとのブログは、もちろんのこと、特別番組ブログや、制作スタッフの単独ブログなども、 公開されている。自社ライブストリーミング1999年6月開始。第1放送の番組のみ配信され、大半がそのまま聴取できた。ラジコへ一本化するため、2012年6月30日の配信をもって終了。モバイル放送向け供給携帯端末向け衛星、放送、モバ4の音声チャンネルへ番組を1チャンネル供給していた。 2006年3月26日までは、関連会社の株式会社、BS コミュニケーションズが行う BS、デジタルラジオ委託放送、BS ラジオ日経の301チャンネルと同じ番組を供給してきたが、休止期間を経て、同年4月1日からは、土日用の第二放送、中央競馬実況中継のみ供給となった。2009年3月31日、 モバホのサービス終了に伴い撤退。ありがとうございます。